8月4日5日の土曜日日曜日はこの仏教大学のオープンキャンパスで僕が講演会をさせてもらうことになりました。皆さんふるってご参加ください。時間気にしないぐらいやってましたね。時間っていうか鏡よ、時間入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。学びズムの今井です。井上です。こんにちは。こんにちは。さあ本日の質問です、はい、4月最終日ですね。学びズム生は8月の1ヶ月でどれぐらい勉強するんでしょうか、というふうな質問ですね。まあもう夏休み入ってる時期の動画ですから、まあもちろんもうエンジン全開の子たちが見ているという体ですが、最低14時間は1日やりましょう、うん、1日最低14時間やりましょう。おそらく都道府県によって夏休みの時期って変わるじゃないですか、その僕の校舎でも、兵庫県の子だったら8月最後までありますし、大阪の子だったら8月途中で終わるんで、一概に8月の1ヶ月、夏休みは例えば1ヶ月かける14時間ぐらいはやるんで、夏期講習期間が20日って考えたら280時間、まあそこにプラス10日間で140するんで420時間ぐらいは最悪する。まあ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 最低14時間は1日取れるように、ただその14時間ぶっ通しは絶対無理やから、朝の時間休憩、昼の時間休憩、夜の時間休憩みたいな感じで、ちゃんとこう自分の集中力のバランスはもちろん考えながらにはなるんやけど、マナビズム制の受かる子の基礎っていうのはそれ、今言った1日14時間。ちなみに僕は、7月の今でも覚えてますけど29日まで部活やっとったんですよ、それこそ8月頭ぐらいからほんまに本腰、夏休み入り始めたっていう感じなんですけど、遅れ取り戻したかったから僕は1日16は絶対最低やってましたね。1日も遊びに行かずに16は最低やってましたね。下手しいやるときは20ぐらいやってるときもあったんで、一番集中力あってキレキレのとき、で僕がやってたこの夏のやり方は、そのなんかちょいちょい何時から何時はこれするみたいなのを決めてる子もいてるじゃないですか、僕は絶対そういうのが無理なタイプで、こう溢れてしまった時に慌ててしまって頭回らなくなったりしてたから、もう今日1日やることぐわーって書き出す、ほんでもう机の左側に参考書全部積む、塾のテキスト全部積む、でそれを今ここをやろう、終わったら右に、右に行ってだんだんこれがこうなってくるんですよね。で、あもう終わった終わったってなったのが、例えば14時間で終わったらもう14時間で終わっていいし、14時間経っても終わらんかったらまだやる、もう常に自分を追い込んでずっとやってやってやりまくってやったんで、もちろん今の僕が指導してる生徒、マナビズムの子たちには同じようにそういう風にこう自分が決めたことはしっかりやり抜きなさいっていう風な指導はもちろんしますし、1日14時間これできなかったら受からないぐらいの気持ちでいかなあかん、1日遊んでいいですかなんていうのは、その言葉のいいの文字も出てきたかん最初のぐらい、こう自分で自分のことを追い込めるようにはなってほしいですよね。けいこさんって夏どんぐらい勉強しとったんですか？時間気にしないぐらいやってましたね。時間っていうか鏡よ、時間そうだから何時間やらないといけないというよりか、もう起きてる時間常にするぐらいの感じでやってて、ただ僕も部活7月末とかまでやってたんで、多分部活終わるとかぐらいまでは4時間半とかで睡眠やってたんで、もう常に電車の移動中とかも僕リスニング必要やったらリスニングやったりとか、もう常にだから逆に時間気にしちゃダメなぐらいの感じでやりまくるっていうのが大事かな。で例えば14時間やりなさいって言ったらウェーってなるかもしれないけども、逆に24-14で10時間空いてんねんからって考えたら何でもできますよね。何でもできるし、まああとはそういう意味ではうまいこと息抜きする時間っていうのは取ってほしいですね。僕やったらほんまに、だから10時11時ぐらいまでずっと勉強やって、疲れた11時ぐらいからネット甲子園やってるからあれ見て、ああ今日こんな試合やったんやって言って、私なんか頑張ろうって言ってループでやってたんで、うまいこと息抜きするのを取りつつも欲しいなと思いますね。そうですね、参考にしてみてください、それではこの動画はここまでにしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいねを、スマホコメント欄にお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちらビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので、必ず登録しておくようにお願いします。